フレンドかっこ仮、君と過ごす夏休み。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドかっこ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回から女の子のですね、攻略メインでやっていこうと思いますので、まずは入学数を選んでいきましょう。で、今回やっていくキャラクターは朝比奈桃子ちゃんです。というわけで、コメント等いただいた方々どうもありがとうございました。朝比奈さんの後もね、別のキャラクター攻略していきますので、このままぜひぜひ動画の方を引き続きご覧ください。また次回以降の攻略対象者についても随時募集しておりますので、コメントの方も残していただければと思います。では始めていきましょう。名前は引き続き自分の名前でやっていきます。これはね、やっぱりね、モチベーションに関わるんですよ。別の名前でもまあいいっちゃいいんですけど、やっぱり別の名前で呼ばれるとなんかうーんっていう感じですよね。ボイスが入ってるわけじゃないんで、呼んでくれるわけではないんですけど、やっぱりね、そのテキストの中でもなんか三上くんとか翔くんって呼ばれるとおっってなるんで、名前はずっとこれでやっていきます。最初の入学式はちょっと飛ばしでいいですかね、申し訳ないですけど。そうですね、望月先輩が出てきて、村上先輩が出て、クロエさんは実は先輩だったっていうのが最近発覚したと。あ、でもちょっと気づいたんですけど、3年生の人たちは赤いリボンに赤いスカートですね。そういうことか、なるほどね。本当になるほどですよ。それなら、とっても、そうね。ではまた、夏休みにお会いするかって言われたらそれはわからないけど。で、1年生組ですね。1年生組は緑のネクタイに緑のスカート。朝比奈桃子ちゃんの会話は聞いていきますか。個人練習が多くなっちゃうと思います。ねえ、ないちゃん、手芸部は夏休みもあるの？でも夏休み中は校外活動が多くなると思うよ。そっか、暑いのに大変だね。頑張ってね。頑張るよ。桃子ちゃん、そろそろ教室に行く時間だよ。本当だ。じゃあ先輩、またお会いしましょう。夏休みは君に会うために過ごすからね。先輩もいい夏休みを送ってくださいね。応援ありがとう。で、2年生組は青いネクタイか。やっぱりね、自分は桜井さん推しなんすけどね。あれ、ミスモノクロームとか言ってネクタイが違う。俺の理論を早速崩壊させてくれたな、こいつは。いや、でもさっきの理論は別に間違ってないと思います。でも、それ、なるほど。夏休みという、ほらほらほら、だって椎名さんは普通に青いネクタイに青いスカート履いてるし。ってことはこれあれだな、ミスモノクロームは高速違反の可能性があるな。ほらほら、君ちゃんと高速に沿ったネクタイとスカートを履いてこないとダメじゃないか。夏の大会、で、可愛い担任の先生がいると。皆さん、明日から7月18日から8月31日までの45日間、今度こそは充実した夏休みを過ごしたい。長いようであっという間に過ぎていくのが夏休みです。そうですね、長いようであっという間に過ぎていくと。また夏休みといえば海水浴か。そして8月の桜井さん、海水浴イベントなかったな。多分俺ができなかっただけなんだけど。どちらも楽しい夏のイベントですが、それと夏休み中も部活動などで学園部活はないけど学校に来る俺は一体何なんだマジで。特に運動部など。それでは皆さん、よし、起立、うーらい。ということで、気合満点の夏休みが始まった。そうか、最初はこれ、あれ、チュートリアル的なやつか。ちょっとこれは本当にスキップしちゃいましょう。サクサクサクっと。はい、オッケーです。7月19日、
これはもう完全にももこちゃん一択でいきます。いますね。お、なんだっけこれ。先輩、あ、これあれか、やったね。アイスクリームだ、アイスクリーム。先輩がその手に持っている袋の中身は、アイスキャンディーか。今の冷たいものの正体はアイスキャンディーだったんですか？でも先輩、なんでそんなことするんですか？それは、ももこちゃんがとっても可愛いからだよ。似たような選択肢があるし。で、選択肢はもう完全に評価上げるためですね。これは朝比奈さんにあげようと思ってたな。アイスキャンディー、私ですか？うん、OK、OK。あ、いやいや、冷たくてびっくりしたけど、嬉しいです。でも、先輩の分は？あるんだっけ？ないんだっけ？2つ食べるつもりだったけど、2つあるんだ。お腹が冷えたので、1つでやめたんですか？別に2つね、食えるっちゃ食えるけど。じゃあ私、ちょうどいいところで先輩と会ったんですね。うん、まあちょっと仕組まれた出会いだけどね、実は。でもさ、道端でさ、一緒にアイスキャンディー食べるっていいよね。なんて羨ましいんだ。いちごシロップの甘酸っぱさがたまりません。はやや、先輩、このアイスの棒を見てください。当たりですよ。当たり付きってことはこれガリガリ君かな。今日は運がいい。ちょっとガリガリ君しか思いつかないです。これも先輩のおかげですね。すっかり涼しくなりました。先輩、ごちそうさまでした。でもさ、この当たりの棒ってさ、買ったところじゃなくてもさ、交換してくれんのかね。基本はその買った店で交換じゃないですか。でもまあ、で後で買ってない店に持ってって当たり出ましたって言えば、まあ交換はしてくれるんでしょうね。で、これ実は次の日へ進むっていうのがあるんで、もうちょっとももこちゃん以外は目もくれず。なんで、ももこちゃん多分いない日とかあると思うんですよ。その日はもう一瞬にして次の日に進んじゃいます。あ、いきなりイベントがありますね。そう、最初のイベントは比較的簡単に出てくるんだ。で、軽音部をやっていくっていうお話でしたね、確か。このイベントだけはこなした気がするな。先輩です。あ、でも先輩はどうして学校に来てるんですか？いやー、それは君に会うために決まっているじゃないか。キーボードの音がしたので気になって寄ってみたんですか？それはつまり、桃子が気になってここに来たってことかい？まあその通りだな。私のために学校まで来てくれたんですか？実はそうなんだ。うん、これ別に実はそうなんだでいいでしょう。OK、OK、OK。私のために。てかさ、でもさ、こんなこと言ってさ、評価が上がるっていうのはすごいよね。実際は気持ち悪がられるでしょう。用もないのにさ、君に会うために学校に来たとか。せっかく来たんだし、私たちの演奏でも聞いてくかい？ん？他のメンバーはいないのか？まあ、軽音部は基本的にメンバーはいないと。いろいろ予定があって、あんまり揃って練習できないんです。だから今は、なぎこちゃん先輩と二人で個人練習をしてるところなんですよ。と言ってもやっぱり、あ、あれか、そうだ、ドラムをやらされるっていう話だ。後ろにドラムセットが置いてあるけど、これって学校のドラムなのかな。先輩、楽器ってどうなんだろう。軽音部とかになるとやっぱ自分でギターとか持ってそうな気はしますけどね。インディーズ系の音楽雑誌、なかなかマニアックなのが載ってるんだよね。そんな真剣に見て気になる。てか、なんで俺は音楽の雑誌なんて持ってるんだ。先輩が見ているのはアマチュアバンドが集まる合同イベントライブの紹介記事。あ、そうか、ももこちゃんが軽音部だから雑誌を見て勉強してると。確かに相手の趣味の勉強するっていうのは重要なことですよね。やっぱり相手も自分の趣味については一緒にね、お話ししたいと思うんで。先輩の言う通り、参加すれば目標ができますよ。だけど今のところメンバーは私と桃子だけだし、参加するにしても人数が足りないね。うん、目の前にいるじゃないか。せめてあと一人でもいれば3ピースでいけそうなんだけど。もう3ピースっていうのは3人組で構成するバンドの編成形式のこと。
今年は海外旅行組が多いしな。無理に参加させるわけにもいかないし。残念だけど、このライブに参加するのは無理そうですね。そうだ、いいところに目をつけた。黒川さん、黒川さんは青いネクタイだから完全2年生ですね。あや、なぎこちゃん先輩の目が鋭く輝きました。もしかしたらそのもう一人のメンバーが目の前にいるかもしれないね、諸君。でも目の前にいる人って、でもさ、実際ドラムをさ1ヶ月でできるものなのかね。これは毎日ゲーセンに行ってドラムマニアを叩く必要がありますね。てか今さ、あのドラムマニアあるの？今最近ゲーセン行ってないんでよくわかんないんですけど。一緒にバンドやってみないかい？夏休み限定でロックしてみないかい？いいぜ、ロックしてやるよ。てかロックとか全然わかんないっす。先輩が突然すぎて目が点になってますよ。それに私もびっくりです。ところで先輩、楽器はできるんですか？小学生の時にトライアングルを少々ですか？いや、楽器は全くできないっすよ。そうですね、トライアングルはあまりバンド演奏では使ったことがないと思います。でもでもさ、ももこちゃん、こういうとこでもさ気を使ってくれるのいい子だよね、本当に。君に頼みたいのは叩く楽器だけど、三角のトライアングルなんて置いてあるの？じゃなくてドラムだっての。いやいや、先輩がドラムを？返事がないな。それはオッケーのサインってことでいいのかい？うん、返事がない、ただの屍のようだ。1ヶ月でしょ。そうだよ。毎日毎日手取り足取り教えてくれないと覚えられないよ。加わるの？あ、飛ばしちゃった。私はもし先輩が一緒に、これオートモードとかってあったっけ？そういえば。とっても嬉しいです。プチ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 ボタン押してるけど。今の聞いたかい？オートモードとかでもやろうとするとちょっとわかんないんで、飛ばしちゃう可能性があるんですよね、イベントそのものを。そもそもこのイベントへの参加を進めたのは君。ここは運命だと思って覚悟を決めてみないかい？先輩がバンドに参加してくれたら、私先輩を一生懸命フォローしちゃいます。まあ後輩にフォローされるっていうのもちょっとね。練習すれば先輩ならきっとできると思いますよ。それはどっから来てるんだ？もしよかったら私たちと一緒にバンドを組んでみませんか？うん、ドラムよりもギターがいいな。ギターも無理だな。よし、やってやるぜ。やってやるぜ。そういや、やってやるぜの人もドラムやってましたよね。ドラム？違う、あいつはギターか。まあ何のキャラっていう感じはするけど。これは面白くなってきたね。よし、これでめでたしめでたし。でもさ、実際さ、ドラムの練習どれくらいすんの？だって他の人が多分さ、学校うろついたり街うろついたりしてるだけじゃん。真剣に練習しないっしょ、どう考えても。やばい、一気にたぎってきた。じゃあ新年度の、あ、そうだそうだね。乾杯するんだ。ソーダで乾杯。てかこのソーダさ、何、どこにあったソーダなの？なんか飲み比べするんすよね、確か。部品で買ったソーダじゃないの？いいのかな？まさか先輩が、なぎこちゃん先輩と一気飲み対決を始めるとは思いませんでした。12回も挑戦したのに。12杯飲んだってことでしょ？1杯何リットル？何リットルっていうか何ミリリットルなんだろう。でも12回500ミリリットルとかだときついよな。単純に6リットル飲んだってことでしょ？お腹パンパンだよ。大丈夫ですか？炭酸だし。私の肩に捕まってくださいね。うー、すまんの。先輩の気分が悪いのに笑っちゃって。いやいや、全然気分いいよ。こんな女の子の肩に捕まれて、これからの、そうっすね、夏休み。想像すると楽しみで仕方がないよ。へへへ。先輩、
一緒にいっぱい練習して、あ、練習しないといけないですよね。3人でライブを成功させましょうね。ちょっとそこは自信がないな。21日、学園にはいない。町にもいないな。なんで今日はちょっと飛ばしましょう。22日、これ結構比較的ポン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 進んでいきますね。いない。いる。いや、むしろ夏休みに終わらない人です。一緒に頑張りましょうね。あよ、私にご用があったんですか？ん、これ選択肢だっけ？あ、選択肢だな。何ですか？聞きたいこと。あ、これは完全に音楽ですね。もう音楽について。音楽は小さい頃からずっと大好きです。お父さんとお母さんが音楽好きで、私も影響されたんだと思います。だから小さい頃からピアノを始めて、もっともっと音楽が好きになって。あ、ピアノやってたんだね。大変だねこの子も。高校でも軽音部に入れて、なぎこちゃん先輩とかはるかちゃん先輩とか。誰はるかちゃん先輩って？なんか新キャラの名前が出てきた気がするんだけど。本当に良かったです。はるかちゃん先輩いなくね。みんなと演奏する音楽が海外旅行行ってんのかな。楽しいって知ることができたので。では私はこれで失礼しますね。先輩とお話ができてよかったです。相変わらずの高評価だな俺は。で、今日はもう終わりと。さよなら。23日、先輩、お、こんにちは。なんか始まった。今日は軽音部がお休みなので楽器屋さんに行こうと思ってました。楽器屋さん、なんか楽器買うの？見に行くのはハーモニカか。ハーモニカですよ。ハーモニカなんて絶対できないよ。夏休みなので新しい楽器に挑戦してみようかなって。まあ新しい楽器に挑戦するのはいいけどさ、ライブの練習はいいの？俺ここ3日4日やってないよ。このハーモニカ10万円、高いな。50万とか。純銀製ね。これなんか音色とか変わるんですかね。ハーモニカを本気でやるとどうなんだろう。やっぱり50万のハーモニカとか買うんですかね。すごく高いものですよ。そんなのわかるよ。私が見に来たのはこっちのもっとお手軽。1000円とかっすね。1000円とか。ちょっとハーモニカの値段の相場がわかんないけど。10個の穴があるタイプで、これなんてピンクで可愛いかも。ピンクのハーモニカか、個性的だな。このハーモニカ同時に2つ買うととてもお得みたいです。ハーモニカ2ついるか。そもそも今なら1個3000円。あ、1個3000円か。ちょっとしますね。2個でも3000円ってなんかあれですね、洋服屋さんの2着目ただみたいな、なんかそんな感じのあれですね。それは買いだね。でもピンクはどうかな。売れ残りかな。明らかにさ、これは買いだね。おお、ハートが上がった。やったね。すごくお得だと思います。それに小さくてピンクで可愛くて一目惚れしちゃいました。いいことを思いつきました。先輩もハーモニカを買って私と一緒に練習しませんか？何それは。半額で買いたいから俺に金を出せってことか？ハーモニカデビューです。まあ別に教えてくれるならいいよ。選びましょう。いやいや、よく見ると全部ピンク色です。残念なことに。やっぱりピンク色は人気がないんだね。要は在庫か、在庫過剰でしょこれ。2個で3000円って。でもいいですか？まあ別にね、真剣にやるわけじゃないんで、まあピンクでもいいっすよ。まあとりあえずここはね、ももこちゃんと仲良くなるための1500円の出費って考えれば。ここなら日陰で人も少ないので。出た、河原でハーモニカ。先輩、なんでそんな暗い顔をしてるんですか？いや、できないよ。勢いで買ったけど
うまく吹ける気がしない？だから教えてくれよ、ももこちゃん。心配ないですよ。基本は私でもわかるので教えちゃいますから。さすがだな。じゃあハーモニカもできんのか。ドレミファソラシドを覚えましょう。ハーモニカは一つの穴を吹いたり吸ったりすることで二つの音が出るんですよ。え、どういうこと？じゃあまずもはや言ってることがわからん。穴の左から四番目に口をつけてください。このさ、今自分がさ何番目に口をつけてるのかとかもさ、分かりづらいと思うんですよね。もうハーモニカなんて多分小学生の時しかやってないんで全然覚えてないですけど。吸って次の穴に移動します。吸ったり吐いたりするんだっけ？吹いてみましょう。とってもいい感じですよ。その調子で1オクターブ吹いてみましょう。1オクターブって何なの？ちょ、よく聞きますけど1オクターブってどういうこと？あ、ドレミファソラシドのセットが1オクターブってことかな。最後のシとドの穴だけは吸ってから吹くんでした。うまくいかなかったのは先輩のせいじゃないので、そんなに落ち込まないでください。いやいやいや、まだ始めたばっかりだからさ、そんな落ち込むほどじゃないでしょう。一緒にやってみましょう。もう飲み込みがいいね。っていうかあれだね、ももこちゃんの洋服下の方が鍵盤になってるね。先輩とっても飲み込みが早いです。この調子なら、でもハーモニカちょっとできるんだったら時のオカリナを吹いてみたいですね。オカリナとハーモニカは違うと思うんですけど。え、なぎこちゃん先輩すげえな、ハーモニカできるんだ。てかみんな音楽できる人っていろんな楽器できるんですかね。音色になるみたいです。それを聞いて私ハーモニカに興味を持ったんですよ。川の風が気持ちいいですね。寝っ転がって休憩すると気持ちいいかも。うん、もう休憩しよう。でもまだ始めたばっかりです。いや、いいよいいよ、休憩しよう。見てください、入道雲がソフトクリームみたいです。これ真ん中の雲のことかな。あの雲がソフトクリームで、あっちは綿飴ですね。向こうの雲はまんまる笛ラムネです。え、笛ラムネってどれのこと？さっきから食べ物の名前ばかりですか？別にお腹は空いてないですよ。まあデザートはね、別腹って言いますからね。なんだかこうしてると眠くなってきちゃいますね。うん、お昼寝しようよ。先輩とハーモニカの練習しながらこんな風にお昼寝できるなんて幸せです。いやー、確かにこれはね、練習中に寝ちゃダメ？幸せだね。いや、てかさ、なんで俺はこんなに練習したがるんだよ。別にハーモニカは興味ないでしょお昼寝メインでいいよ。この土手の上は自転車で通る人が多いですね。自転車通学の人もよく利用してるみたいです。いや、単純に通学路なんじゃないの？あの人、後ろに女の子を乗せてます。仲が良さそうで。残念ながらね、俺ちょっとね、自転車持ってないんですよ。もう基本ね、原付で動いちゃうんで。そろそろ練習を再開しましょうか。もうちょっと休んでよ。ハーモニカは確かここに置いたような。これあれじゃん、もしや入れ替えイベント。はい、こっちが先輩のですよねそんなこと考えるの俺だけか。じゃあドレミファソラシド、二人でもう一度やってみましょう。これでもうドレミファソラシドがマスターです先輩、落ち着きがないですけど。あ、やっぱ入れ替わってるよ。これ入れ替えたんだよ俺が。取り違えた。いや、やるね、さすがだ。なんでわかるんですか？そりゃいつか取り替えようと思ってたからチェックしてるよ。よく見たらこのハーモニカ裏に先輩のイニシャルが。いつの間に書いたんですか？確かにペンなんて持ってたか。私全然気づかなくて、てっきり近くにあった方が自分のかと。うん、まあ近くに置いたのは俺なんだけどね。ごめんなさい、すぐお返しします。関節キスだね、気をつけなきゃダメだよ。おっちょこちょいだな、これ。関節キスだねっていうのはちょっとね、気をつけなきゃダメだよっていうのはどうだろうな。ちょっとこれは強いような、おっちょこちょいだなでいいと思うんだけどね。うん、分かったよね。私っておっちょこちょいです。
これハート満タンになった。でも先輩が怒ってなくて安心しました。いやむしろ俺はももこちゃんが怒ってなくて安心したよ。よく考えたら先輩のハーモニカも私が使ってしまいました。ハンカチで拭きますから。いやいやいいいいいい、そんなことしなくていいよ。別にいいよしかねえし。おいおいおい、いやいやいい、本当にいい、本当にいいから。今すぐ吹きます。いやいいいいいいから、いいから。ちょっとだけ待っててくださいね。止めろ、ここは全力で阻止するんだ。本当にごめんなさい。いや、気を取り直して罪悪感を感じるな。続けましょう。真剣に考えてくれてるね、ももこちゃんは。そうだね、基礎はね、やっぱり重要ですよ。いいですよ、一緒に吹きましょう。ハーモニカやるのはいいけどさ。お前ドラムやれよマジで。今度は私まで間違えてしまいました。まださっきの動揺が なんでもないです。お、でも動揺はしてるんだね。いやいや、先輩もなんですか。間違えたのにシンクロしてしまいましたね。もうこれはシンクロ率 100% だよ。はい、じゃあもう一度。ドレミファソラシドもこんな風に二人で演奏するととっても深い曲に聞こえますね。そうなのか、俺にはちょっとさっぱりわかんないけどね。演奏時の個性が出る楽器だからでしょうか。ハーモニカやっぱりお揃いで買ってよかったです。喜んでくれて何よりだ。はい、というところで、まあ、ももこちゃん攻略第1回目は、終了したいと思います。まあ、なんかいい感じでイベントはやっぱり進んでますね。なので、まあ、次からももう本当にももこちゃん狙い1本でやっていこうと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。このガールフレンド動画では次回の攻略対象者を募集しています。この女の子攻略してほしいというのがありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。またこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録もお願いいたします。パソコンの方は動画の終わりのチャンネル登録画面をクリック、スマホの方は説明欄から登録ができます。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。